こんにちは、 YMC 株式会社より周一郎です。今日はですね、フィリピンよりこのメルマガ動画を配信、撮影ですねさせていただいております。こっちではね結構忙しいんで、たまたま今日は朝起きれたので、メルマガ動画を急遽撮ってみようかなということで撮っています。で今ですね、なんでフィリピンにいるかというと、ヘルスケアのビジネスを立ち上げようというふうな形でこのフィリピンに今ここに、来ているわけなんです。で後ろにこうね、先生たちも馴染みのよくあるベッドですねが置いてあるんですけども、今このマンションですね、一室僕借りてるんですけども、マンションここがトレーニングルームなんですね。で女の子たちも朝のスケジュール、今のスケジュール的には朝の10時から19時ですね、8時間っていう感じでトレーニングをしています。でね、今日もすごく結構安心したんですけど、今日見た感じだったら大体まあその教えたかったスキルっていうのはね大体 OK になってますね。なんであとはちょっと細かいところを、まあ、例えば、まあ、この施術ってこういうことに対してしてるんですよとかっていう説明がねあるんですけど、それを、今詰めて練習していっているところです。練習してまあまあね、そうですね、まあ、文章とかもね、決めてね、まあ、ある程度決め事がないといけないですからね。それで、まあ、なんとか形になったって感じですね。今回そのやりたかったやつのものが、大体終わったかなっていう感じですね。あとはちょっとこれそれをもとに練習してもらってって感じですかね。いやこっち行ったらね、やっぱりこう普段ね、なんかそのオンラインでちょっと微妙に進んでなかった部分とかを進めないといけないんですよね。でそしたら割とね時間がかかるんですよね。進めない、なんか例えば、ホームページのね、ホームページも作ってるんですよ。英語で作ってるんですけど、その作ってるホームページの英語表現が正しくないか正しいかっていうのを見ないといけなくて、でそれをうちのマネージャーに見てもらってるんですけど、マネージャーはその英語表現が正しいかどうかは分かったとしても、その内容ですね、やりたいな、やっているサービスの内容が正しいかどうかはちょっと分からないんですね。だから結局僕が見なきゃいけないんですよ。でもまあソーシャルメディアをコントロールしてる子とかねも雇ってるんですけど、ソーシャルメディアの子がいて、マネージャーがいて、で、そのセラピストたちがですねいてっていう感じなんで、でその子たちの面倒はまあ僕が全部見なきゃいけないんで、まあなかなかちょっと時間がね配分するしかないじゃないですか。一人しかないわけなんで、まあ大変だなっていう感じで、大変というかまあ忙しいというあれですね。教えることは教えないといけないし、っていう感じで、忙しいなっていう感じです。で今回は今日がもうほぼ最終日ですね。明日がフライトで、明日がフライトで、そうですね、フライトで明日は、
エコノミークラスのフライトなんで、チェックインに、ジタバタしたくないんで、すごく早く行く予定になってます。チェックインがね、混むんですよ。6時過ぎに開くそうなんですよ。6時過ぎに開くんですけど、それよりちょっとまあ遅れていくと、もうすごい混んでしまって、チェックインするのにもう1時間ぐらい余裕でかかって、で前回は、出国のね審査、イミグレーションを通過するにあたってもそこで1時間ぐらいかかったんで、なのでそれね、もうなんかきついじゃないですか、チェックインで1時間待つの。だからチェックイン待ちをしようと思って、明日はだからもう6時15分のそのチェックインカウンターが開く前に、もうすでにそのチェックインをする場所に行って、でまあチェックインのもうこれかなり最初の方でちゃちゃっとやってもらえるようにしようかなという感じです。なので4時半に起きて5時半に出て、まあ6時前には空港に着くみたいな感じですかね。そういうスケジュールで動こうかなというふうにしています。まあちょっと早いですね、一回入っちゃったらね、次はねもう今度ねラウンジでもうやることなくて、まあお酒でも飲もうかみたいな感じになってしまうんですけどね、朝からね。でもそこをね早く通過しとかないと、もう後が困るんで、まあしょうがないですね。まあこんな感じでなんとかフィリピンで形になろうかとして、5月ですかね、5月、今がね4月の終わりに今回来てますから、来月にはオープンさせれるんじゃないかなという感じです。まあ、また、オープンできたら、報告していきたいかなと思います。そんなとこですかね。それではとりあえず一旦ここでこの動画を終わります。